はい、それでは、感性を考慮した日本語俗語の標準語変換について発表させていただきます。まず概要なんですけども、若者言葉を意味的にも感性的にも類似した標準語に変換するということで、この論文では、多次元の印象軸、感性の評価軸と意味ベクトルを用いて若者言葉を標準語に変換していました。この文から分かったことは、ベースライン手法よりも高い MRR の値を出していたということと、標準らしさのスコアおよび感性類似度に基づくフィルタリングにより、正解候補のその出現変換順位を高く保てるということでした。まずはじめに、若者言葉の中には標準語を言い換えた言葉表現が多く存在するんですけれども、若者言葉を標準語に変換することによって、今後意見じゃなくて意味ですね、意味、評判分析いや、その感情認識の精度を改善することができるというふうにされています。若者言葉が使える機関や場面、コミュニティはばらつきがあり、その意味だったり用法はそれぞれの時代によって変化します。なので、この論文の研究では、ウェブ上の SNS から収集したテキストのコーパスを用いて、それについて、感性の評価軸と意味ベクトルを用いて、意味的にも感性的にも類似した標準語にするということを目的にしてやっておりました。実験手法なんですけども、段階的にはその、若者言葉の感性分析、次に、若者の、ツイートによるコーパスの構築、そして若者言葉から標準語への変換手法について述べていきます。まず若者言葉の感性評価アンケートなんですが、若者の感情コーパスとはニコニコ大百科から、若者言葉について、671語を選定し、その単語に対して、各被験者に約300語の単語を担当してもらい、各単語には、それぞれ2名以上の人が、アンケートに回答するという形をとっていました。アンケートの中身としては16種類の感性評価値で、評価し、こちらにある通りなんですけども、ネガティブとポジティブだったり、汚いと綺麗だったり、これらの16種類で評価し、それぞれの項目では50段階でアンケートに答えてもらうという形でした。この16次元の感性評価ベクトルに変換して、企画化し、自己組織化マップを用いて分析し、その結果がこちらになんですけども、この結果からちょっと見にくいんですが、キレキレとかっけえが近い場所にいたり、イケメンとリア充が近くにあったりだとか、ドンベキとキモイが近くの位置に存在しているというふうに、よく似た印象の言葉が近い位置に存在しているので、このアンケートの結果は、それなりの信頼性があるというふうに言っています。次に、若者言葉と標準語の感性比較なんですが、671語の中で、以下のこの2つの条件に当てはまる、154語を抽出して、感性比較を行っていました。同一表記語が、既存する標準語には登録されていない、あとは意味が同一または類似する表現が辞書に登録されている単語を、154語、抽出して行っています。若者の言葉と対応する標準語を、ポジティブ、ネガティブ、ナチュラルの3つに分けて、それぞれの、どの若者単語が
若者言葉が、まあ、標準語、まあ、感性的に、まあ、ポジティブ、ネガティブ、ナチュラルのどれに、まあ、分類されるか、まあ、どれにどう対応付けられるかという結果がこちらにあるんですけども、まあ、その、これがポジティブ、ネガティブで、これがナチュラルなんですけども、まあ、ポジティブで、ポジティブの、若者言葉がポジティブで、まあ、これが、標準語に対応する標準語がどのように認識されたかということなんですが、まあ、この結果の通り、まあ、ポジティブの時はポジティブが多く、まあ、ネガティブの時はネガティブが多く、まあ、ナチュラルの時は、まあ、その、まあ、もともと数が少なく、まあ、それなりに、まあ、ネガティブが多く見えるんですが、まあ、全体としては、まあ、それなりの結果が出ているというふうになっているんですが、この中でも一番多い、その違う、若者言葉がポジティブなのに標準語はネガティブに捉えられてしまうという言葉が、まあ、18あったのですが、まあ、このように、まあ、若者言葉から標準語に変換すると、まあ、感性が逆になってしまう、まあ、変化してしまうという結果がこれから言えます。まあ、次に俗語らしさの計算なんですが、まあ、こちらにあるナンバー1から8までのそれぞれの特徴量を、まあ、ベクトルで表現して、まあ、それらの、まあ、この点において、まあ、俗語と、まあ、標準語の双方で、まあ、表層特徴量を、まあ、抽出して、まあ、その、まあ、入力した、まあ、解析したい言葉の類似度を、まあ、比較することによって、まず、まあ、標準語に置き換えたいわけなので、まあ、俗語はその除きたい、まあ、除外したいということなので、まあ、こちらの式にあるように、まあ、俗語らしさのスコアを、まあ、求め、まあ、どれだけ、まあ、その俗語らしいか、まあ、俗語らしさと、まあ、標準語らしさの、まあ、その差を取ることによって、まあ、どれだけ、まあ、俗語らしいかというものを得て、まあ、指定した式位置よりも、まあ、俗語らしいと判断されたものは、まあ、出力結果の候補として、まあ、標準語ではないということなので、まあ、除外するという方針を取っていました。まあ、感性類似度に基づく候補抽出についてなんですが、まあ、感性評価値の16種類、まあ、先ほどあったネガティブとポジティブだったり、まあ、汚いと綺麗だったり、まあ、それらの16種類を、まあ、感性評価ベクトルとして、まあ、アンケート済みの若者言葉の概念ベクトルにおいて、まあ、それぞれの各次元での、まあ、関連度を求め、まあ、その関連評価の重み行列を求めます。まあ、そして感性評価ベクトルの導出を行う、まあ、まあ、その知りたい言葉の、まあ、感性評価ベクトルの導出を行うんですが、まあ、その入力された若者言葉から推定されたその評価、感性評価ベクトルと、まあ、感性評価、まあ、変換候補として得られるその単語の感性評価ベクトルの、まあ、類似度を計算して、まあ、どれだけ似ているかによって、まあ、それが候補と、まあ、その若者言葉の、まあ、対応する標準語となり得るか、なり得らないかの、まあ、その判定を行い、まあ、そのどの順番で、まあ、順位、まあ、その、まあ、標準語らしさを高いものほど、まあ、よりその若者言葉の変換の変換後のもの言葉として高い順位として、まあ、出力されるようにしています。まあ、こちらが、まあ、変換後の、まあ、一例なんですが、まあ、若者言葉のチキンという言葉が、まあ、標準語では臆病だったり弱虫だったり、まあ、腰抜けだったりとか、まあ、ふうに、まあ、正解候補として、まあ、このように付与されていることが分かります。まあ、次、実験結果なんですが、まあ、ベースライン手法というのは、まあ、標準語らしさのスコアの計算だったり、まあ、感性
類似度の、まあ、計算をしないで、まあかんまあ、言葉の概念ベクトルの類似のみで、まあ、判断しているもので、まあ、評価方法としては、まあ、先ほど言った、まあ、MRR の平均値を取ることによって、まあ、評価しています。 MRR1 が、まあ、この論文で、まあ、提案されている手法で、 MRR2 が、まあ、ベースライン手法なんですが、まあ、こちらのグラフを見ていただくように、まあ、こちらがこの論文で、まあ、提案されている手法で、まあ、黒い方が、まあ、ベースラインなんですが、まあ 候補とする、まあ、その概念ベクトルの次元が増えることによって、まあ、その属語らしさだったり、まあ、完成類似度の計算を行うことによって、まあ、ベースラインよりも高い、まあ、高いその何ですかね、正解を導くことができるということが分かります。まあ、そのベースラインより、まあ、この手法がより正解を多く出せるという結果として考えられることは、まあ、まあ、属語らしさ、まあ、標準語らしさの計算を行うことによって、まあ、不要な単語をフィルタリングすることによって、まあ、いらない、まあ、それ、まあ、属語を、まあ、除去することによって、まあ、このように高い結果が得られているのだと考えられます。まあ、このように、まあ、先ほど述べたその正解以外の、まあ、類似語の候補をフィルタリングによって、まあ、除くことによって、まあ、インフルエンザ、インフルの、まあ、正解の単語として考えられる、まあ、インフルエンザが、まあ、ベースラインよりも、まあ、低反手法の方が、まあ、高い順位で、まあ、変換される。まあ、他のまあ、言葉に対しても、まあ、ベースラインよりも、まあ、高い確率、まあ、高い順位で、まあ、変換されるということで、まあ、変換候補の順位を高く保てるという利点がこの手法にはあります。また完成類似度のみで、まあ、その比較を行ったものが、まあ、見て左のグラフで、まあ標準語らしさのスコアによるフィルタリングのみで、まあ、実験を行ったのが右のグラフになります。まあ、完成類似度によるものは、まあ、概念ベクトルの実験が少ないときに、まあ、それをカバーする、まあ、役割があるというふうに、まあ、このグラフから読み解くことができます。また標準らしさのスコアによるフィルタリングでは、まあ、そのベースラインよりも比較的低い値となっているのは、まあ、フィルタリングを行う際に、まあ、正解を残すことができなかった、まあ、その属語と標準語の、まあ、判定を行う際に、まあ、その曖昧な部分の、まあ、その単語として、まあ、その正解が、まあ、属語として判断され、まあ、正解の方に、まあ、標準語として認識されなかったことが考えられます。まとめとして、まあ、標準語らしさのスコアおよび、まあ、完成類似度に基づくフィルタリングを行うことによって、まあ、2つのフィルタリングを通すことによって、まあ、より高い正解率、まあ、高い変換順位を保つことができる。まあ、標準語らしさの計算方法については、まあ、先ほど述べたその曖昧な部分によって、その正解が、まあ、属語と判断され、まあ、正解として、まあ、変換、まあ、出力されないということが考えられるので、まあ、フィルタリング、まあ、その属語と、まあ、標準語のらしさの、まあ、計算方法を、まあ、改善することによって、まあ、フィルタリングの精度を向上させることが今後の課題であると述べていました。はい、以上で終わります。